ほら、そっか、うわ、もう見よるだけで暑い。待って、タオルかけ。空腹を満たそうと立ち寄った食堂。そこで事件は起きた。ほら、もう、いや、すでに起きていた、うわ。行きたまえ。おお、苗木くん、いいところに来たな。え、何が？おら、苗木、おめえによ、頼みがあんだけどよ。頼みって明らかに嫌な予感が。めっちゃなんか汗だらだらなんやけど、どうした？誰か殺した？うっかり殺してしまった。それの証拠隠滅を手伝いとかじゃないよね。おら、もう苗木よ、ちっと立ち会いになれや。うわー、ほら、なんか何かしら面倒なことをさせられそうになりよるよ。え、立ち会い人って？こいつがさっきから舐めたことを抜かしやがんだよ。俺を根性なしだとかよ。空気が乱れる。根性なしだからすぐに暴力に頼ろうとするのだろう。根性なしだから社会やルールを守れず、そんな格好で珍走しているのだろう。ん？あんだと？てめえに何がわかんだ。いいかね。君はすでに君自身に負けている。根性がないからそれを認めようとしないだけだ。じゃあてめえにはあるってのか？俺以上の根性がよ。え、待って待って待って、事件は？その通りだ。喧嘩？喧嘩の立ち合い人？無論だ。やんのかこれ。だったら勝負だ。俺より根性あるってんなら証明してみろや。いいかね。望むところだ。あーっぽいね、喧嘩やね。え、ここからもしかして殺し合いに発展したりする？つうわけでよ、苗木、おめえが立ち合い人やれや。勝負って殴り合うわけじゃないよね。寄宿舎の1階に風呂場があったろ。あそこにはサウナもあったな。なるほど。単純明快な勝負だ。どちらが長くサウナで我慢できるか、それを競い合おうというわけだな。だこら、そういうことだ。こら、もう平和。めっちゃ平和。本当にやるの？叫んなこら。ドル時間はまだ来てないのかい？というやつは、どうせ数分で値を上げるに決まってる。君みたいな連中は口ばかりと相場が決まっているのだ。上等だ。だったらハンデやんよ。俺が楽勝すぎてもつまんねえからな。ハンデ。何やるが。服を着たまま勝負してやんよ。待って、あれか、殺し合いとかじゃなくって事故による死亡ってこと？死ぬやん。服を着たままサウナとか。バカな、自殺行為だ。それ。やんのかこれ。ハンダ見てんのか。後悔するぞ。叫んなこれ。ルセ勝負だ。ほら、そっか、うわ、もう見よるだけで暑い。待って、タオルかけ。リーゼントタオルかけ。まあ、めちゃくちゃカチカチになるんやろあれ。なんかスプレー一本丸々使うみたいな聞いたことあるもん。お、大和田くん。ねえこれ、学ランを抜いてもいいんだぞ。今なら笑うだけで許してやろう。人の心配より自分の心配したらどうだ。学ラン着てない方も暑そうやのにさ。顔が真っ赤じゃねえか。温泉の猿かてめえは。喋るな喋るな。バレつきだ。痩せ我慢してんじゃねえ。痩せ我慢だと？僕はまだまだ余裕だよ。鍋焼きうどんでも食べたいくらいだ。やめてくれ。だ、大丈夫なのか二人とも。と、そんな僕の心配をよそに、勝負から数分が経ち、え、そして数十分になり、え、さらには1時間が経過した。そろそろ諦めたら、ほらろれつが回らんなってきとるやん。てめえこそろれつが回ってねえぞ。え、これ二人とも死ぬんやない事故で。まだまだ余裕だよ。ね、主人公割って入った方が良くない？寒くなってきたくらい。うわ、ほらほら、危ないって。それお亡くなりになる直前やって。危ないじゃねえかそれ。ほら、やけん出てこいよ。あのさ、二人ともいつまでも意地の張り合いしてないで、そろそろいいんじゃない？てか1時間ずっと外におったん？出せよ。うわ、怒られた。ったく、どうなっても知らないぞ。いや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 、命がかかってるんですけど。あ、夜時間？ご飯食べてないんやない？結局。ねえ。何かしらさ、夜食っぽいものを。部屋に持ち入ったらいかんのやった？いいよね、別に。じゃないと、深川さんと戸上くん何も食べてないってことになるもんね。ただいまより、夜時間になります。なんか部屋に持って入ろうで。まもなく、食
堂はドアをロックされますので。あ、でも食堂に行ってドアロックされるの嫌やな。ではでは、何かしらさ、ロックされてる間に作動する罠的なものありそうやもん。怖いけんそれは嫌やね。ねえ聞いた？もう夜時間だしさ、勝負は引き分けってことで。勝負に引き分けなど存在しない。いやいやいや、もういいよ。負けるか、これだけが大事なのか。てめえ、言ったな、言っちゃったな。冗談だ。地獄の果てまで付き合ってはんよ。この環境下でそれは冗談にならんってね。地獄の果てってそんなとこまで付き合いきれないよ。あのさ、悪いけど、おめえは部屋に戻ってろ。結果は明日の朝に教えてやる。そこでお前は俺の伝説を語り継ぐことになる。明日の朝を楽しみにしててくれたまえ。この不良が僕の足元にひざまずいているところをお見せしよう。よく言うぜ、今にも限界って顔してるくせによ。ふん、それは君の方ハロー。じゃあおやすみ。これ、朝までするつもり？死ぬよね。うわ、絶対もう明日の朝起きたら死体が転がってるパターンや。あの二人、あんまり無茶しないといいけど、まさか死ぬまで、なんてことにはならないよな、さすがに。めっちゃフラグ立てていくやん。そんなんで人減る？そんな心配をしながら僕は眠りについた。お、モノクマ劇場。同じか。運命というものが存在するのなら、人の未来とは生まれた時から決まっているんでしょうか。過去の積み重ねが未来となるなら、人の未来とは過去の時点で決まっているのでしょうか。わかりません。わからないから生きているのです。だからこそ必死こいて生きているのです。なんなんやろ。ああ、どうなった？あの二人。モノクマ劇場で一瞬にして忘れよった。お前ら、おはようございます。朝です。7時になりました。てかあれか、夜時間になったら、部屋に戻らんかったら罰があるわけではないんか、別に。さて、個室におらんといかんのじゃなかったっけ？朝か。大和田くんと石丸くん、大丈夫だったかな？速攻よ。二人のことが心配だった僕はいつもより足早に食堂へと向かった。すると、真っ先にさ、おるし、あれ二人ともおる。何言ってんだ兄弟。君こそ冗談はよしたまえ兄弟よ。何、仲良くなってるんですけど。全然お亡くなりになってね。てかむしろ元気。あれ、はい、ナイギ、昨日は感謝してるぞ、立ち会い人をしてくれて。何があったんだあの後。仲良く、なんか朝から気持ち悪いんだよね。二人で肩組んで笑っちゃってさ。気持ち悪いだ？むしろ気持ちいいって言えや、こら。それってセクハラ的なパワハラじゃない？仕方がないさ兄弟。男同士の濃厚なつながりが女子にわかるはずもない。でもどうなんやろ、男同士の濃厚なつながり、これがなんか重要な感じでマークになってるってことは。じゃあやっぱり別に藤崎さんが男ってバレたところで、男同士の濃厚なつながり、ここが重視される。いいかね。男同士の友情とは地よりも濃いのだ。女同士とは違うのだよ。なあ兄弟。さすが兄弟、いいこと言うぜ。その言葉体に墨入れて刻み込んでもいいか。そうだろうそうだろう。よしたまえよ兄弟、両親から授かった大事な体じゃないか。ところで勝負はどっちが勝ったの？だこら、そんな問題じゃねえんだよ。いいか、愚問だ。共に勝負したということが大事なのだ。全然違うじゃん昨日と言ってること。なるほど。何、どういうこと？ドローですか？でもそれやったらどっちかが勝ち誇ってそうな気がするんやけどな。どっちか勝ち誇りはせんか。どういう状態？わからん。女同士とは違って男同士の友情とは単純なものだな。単純やけんやっぱあっという間に壊れたりもするんかな。
多分さ、今回この先起こる次の事件、絶対大和田くん、石丸くん、藤崎さん、この3人あたりがメインになってくるんじゃないかなと思うんやけどな。違うんかな。本当だね。そしてその日の朝食会は、石丸くんと大和田くんの暑苦しい会話を聞かされ続けて終わるという、なんとも残念な朝食となって。なんで残念なん、いいや別にね、仲良し。もう暑苦しいかもしれんけども、さてと、今日はどうするか。何、誰か来た。ん、誰か来たと思ってドアを開けるやいないや、その人物は強引に、あれ、深尾さんや。どうした深尾さん、どうしたの。何よ、そんなに驚いて、 そんなに迷惑迷惑なんて承知よ、承知の上で来てるのよ、だからいいじゃない。何、どうした、ブツブツ。いや、迷惑というか何の用かなって。お願いがあってきたのよ。ちょっと一緒についてきてほしい場所があるの。ついてきてほしい場所、しかも一緒に。何、怖い。ついてきてほしい場所ってどこ。それは図書室よ。図書室、本でも探してるの。それだったら戸上くんに頼んだら、図書室に入り浸ってるみたいだし。うんうん、届かん場所とか取ってくれるんやない。え、なに、どうかした。あなた口は軽くないわよね。このことは内緒にしてよ。何のことかわからないけど、黙っててほしいなら黙ってるよ。じゃあ行くわよ、図書室に。図書室だね、分かったよ。この強引さは何なんだ。なに戸上くんのあれか、そっと入るのよ、そっと、気づかれんように。なんか弱点を探ろうみたいな感じでしよる。気づかれないようにね、としつこいくらいに念を押された僕は、言われた通り図書室にそっと足を踏み入れた。そこでは案の定、戸上くんが一人で静かに本を読みふけっていた。いた。何、怖い怖い怖い、本当にいた。なんか企んでる。くん、声をかけなさい。そっと入ったのに結局声はかけるんやね。大声出さないでよ、早く声かけなさいって。話しかけたいなら深尾さんは。私が声かけたら私が邪魔したみたいになるでしょ。何、どういうこと。なんかいろいろと理不尽な気が。うん、自分が邪魔したくて来たんやろ。集中して本を読んでいるみたいだ。とても話しかけられる雰囲気じゃなさそうだけど。おいお前、さっきから何をうろちょろしている。目障りだぞ。あ、気づいてた。当然だ。当たり前だ、さっさと出ていけ。そっちの女もだぞ。ねえ戸上くん、弱い男を支配するより強い男に支配される女になれ。あなたの言葉よ。何それ。俺はそんなことを言ってない。私が考えたのよ、あなたの言いそうな言葉をね。じゃあ戸上くんの言葉じゃないよ、なんだ。出て行け。それでお前は風呂に入れ、匂うぞ。めっちゃショック。それは何度も言わせるな。さっさと出て行け、部屋中が臭くなるだろう。はい。怒られちゃったね。機嫌悪かったのかな。相当落ち込んでるみたいだ。さすがにショックだったのかな。いや、まあ普通の感覚持ってたらめちゃくちゃショックやろ、さっきのは。戸上くん、あんなに。え、私のこと心配してくれてた。戸上くんのことが好きなの、こいつ。こいつって言ってしまった。は。私のこと心配してくれて、お風呂に入れって言ってくれたわ。ねえ苗木、どうかしら。どうって何が。私と戸上くん、うまくいくかしら。いや、ちょっとわからないけど、なんか自分の都合のいいように解釈しすぎて、確実にストーカー的思考回路よね。そうかも。そうね、わかるはずがないわね。それが真実よね。でもね、恋に距離なんて関係ないのよ。思った時にはすでに叶っている。それが恋なんだから。そんなわけないやろ、そしたら片思いなんか存在せんを。そうなんだ。あなたにもきっとわかる日が来るわ。
いつかきっとね。じゃあね、さようなら。でも自分が経験してないにしても、そんなね、普通じゃない感覚を持っとってよく、ヒットする恋愛小説が書けるね。一般的な感覚で書きよんやろ？おう。ぷっぷっぷ。純愛ですな。うわ。ドキドキ。しっかしあの深尾さんがよりにもよって戸上くんをね。だけども一途な思いは怖いですよ。時に人を間違った方向に済ませますからね。え？確実に私、大和田くん、石丸くん、藤崎さんの3人がメインで事件起こると思っとったけど、今回深尾さんが犯人になるかな。え、戸上くん殺される可能性ない？それとも戸上くんに近づく女を恨んで殺すか、何？可愛さ余って憎さ100倍みたいな。で、戸上くんに憎しみがいくか。うわ、なんかいろんなパターンありそう。マジか、深川さん人殺しになりそうな感じ。なんか狂気が見えたね。ないかなと思ったんやけどな、そこビビりやけん。なんかどっと疲れが。とりあえず一旦部屋に戻ろうかな。今日はまだ時間があるな。これからどうしよう。いつも自由行動2回ずつあったけど、今ので1回分ぐらいにカウントされるのかな。細かい時間が出てるわけじゃないけんさ、よくわからんのよね。うん、特に廊下には誰もおらん。さあ、誰かいますか？おお、びっくりした。山田くんやん。やっほー。なんか、来た。苗木誠殿が来た。どうしよう、山田くんと一緒に過ごそうか。うんうん、じゃあ。ふむふむ。実はね、こう見えて僕はレトロゲームにも造詣が深いのですよ。こう見えてって言われても、うん、深そうな感じもするけど別に。レクチャーして死んじゃよう。コンシューマーゲームの歴史をね。コンシューマーゲームって何やっけ？普通にあれ？据え置き型のゲームってこと？山田くんのマニアックな話を長々と聞かせられた。山田くんと少し仲良くなれたみたいだ。あ、プレゼント。何がいいかな？あ、ポテチよ、ポテチ。どう？いる？苗木誠殿のおかげで、冷血超人だった僕が友情パワーに目覚めました。マジで？マスターと呼んでもいいですか？ほうほう、ほうほう。マスター。まさかの。先生の次はマスター。ここまで喜んでもらえると、あげたこっちも嬉しくなるよな。よかった、やっぱポテチは山田くんやね。苗木誠殿は見どころがある。実に見どころがありますな。苗木誠殿というわけでだ。せっせば苗木誠殿にレクチャーしてやるぞな。同人とは何かということについてね。僕の友人となるからには理解してもらえますぞ。同人に対する偏見は許しませんからね。偏見なんてないよ。偏見を持たれてるに違いないという偏見ね。だって僕はあまり詳しくないし、そのオタク的なことに。ほら来ましたよ。同人イコールオタクですか？オタクの一言で終了ですか？え、まずかった？ふん。いいですけどね。僕はオタクという言葉を褒め言葉として捉えておりますから。だってオタクほど知識に飛んでいる人間はいないのですよ。つまり？ある意味専門家。そう、エキスパートなのです。まあ、好きなことに関してはめちゃくちゃ知識あるイメージよね。ミュージシャンだって音楽オタクだし、映画監督だって映画オタクでしょ？つまりそういう専門家たちが世界を切り開いてきたのですよ。まあ今経済を一番回すのはオタクっていうしな。だから同人といっただけでオタクと連想されるということは、僕らはそういう専門家として認知されているということなのであります。あのさ、そもそもさ、同人ってどういう意味なの？俗に言うストレートな質問来たこれですね。広い意味では同人誌即売会やショップなので、自分で書いたアニメや漫画やゲームに関する作品などを公開する聖なる投資たちです。自分で書いたアニメや漫画やゲーム、オリジナル？なんか私の中で同人イコール二次創作ってイメージがあるんやけど、それも違うんかな。その同人って人たちの作るのが同人誌だよね。書籍に限らず、ソフトウェアや音楽 CD、グッズのような立体物なども作りますかね。ちなみにその同人たちの集まりをなんと小助ご存知ですか？サークルやない。同人誌などの発行主体のことですよ。同人誌なんかの発行主体、確か、
サークルあった。え、サークルよね。パッと出てきたのがサークルなんやけど、サークルって呼ぶんじゃなかった？あ、よかった。当然ですな、知ってて当然ですな、世界の常識ですから。そうかどうかは分からんけど、で、そんな常識的なことをいちいち説明させないでください。だから言ったじゃん、あんまり詳しくないって。よもや、詳しくないってレベルじゃありませんな。ふむふむ。ま、ですが仕方ありません。そんな常識の布教も同人会を代表する僕の務め。きっとここでの生活を終える頃には苗木誠殿も一般参加者として即売会に来場するという。うっしねねって明るく言われても、これからも同人についてレクチャーしますぞ。まあ、ていうかここを出るっていう展望がちゃんと頭にあるんやね。何気に前向きに考えとんや。先が楽しみですな。先が思いやられるよ。山田ひふみの通信簿に今の情報を追記いたしました。おめでとうございます。スキル、クラフトワークを獲得いたしました。僕は山田くんと別れると、一旦自分の部屋へと戻ることにした。お、ほら、一回分で夜時間になった。となりますが、その前に何事件起きた。お前ら生徒諸君は至急体育館までお集まりください。え、何、怖い怖い怖い、エマージェンシーやって。え、大丈夫、体育館に集まれだって。 なんだよ急に。嫌な予感がする、ものすごく嫌な予感が。誰か死んだんじゃない、大丈夫。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、今回、犯人候補として挙げとるのは、やっぱ、犯人候補っていうか、次の事件、関係者的には、名前挙げた5人ぐらいが有力かなとは思うんやけど、どうなんやろうね。